今日私外であ出たけど、そんな寒かったかな普通やね今日。そんな寒くもないし暑くもないっていうイメージやけど。サイレント見てました。サイレントを見てました。ねえ、もう本当に肌荒れひどくてさ、今日もさ配信お休みするかしないか迷ったぐらい。でもここから先はもう近づけない。なんでだろうね、やっぱり食べ過ぎですよねきっと。絶対食べ過ぎ。こことこことでっかいニキビがあるんです。でも髪の毛、なんでですかね。悲しい。もうめちゃくちゃそうなの。お菓子食べたりさ、美味しいものばっかり飲んでるの、あの食べてるからさ。そう、私さ、そう、そもそもあんまり普段ジュースを飲まないんですよ私。けどね、この1週間で私ほぼ毎日って言っていいほどジュース飲んでるな。チョコのなんかジュースとか、カフェオレみたいななんかジュースとか、あとはあれ、レモンジン、オランジーナとか、そう、レモンスカッシュみたいなやつ、レモンジーナですか、あー違う、オランジーナオランジーナだ、そう、オランジーナとか、あと何け、あと何ですか、あと何やっけな。でも私マジでめちゃくちゃ飲んでますよ。あとあれか、あれ、あのあれ何やったっけ、あのさ、あれさ、あれ、ナッツのやつとかも飲みよるし、もうダメ、太っちゃう。そりゃ太っちゃいますよね。そんなね、顔には出てないんだけど、もう肌にて現れてますよ。肌がもう荒れて荒れて仕方がないんですよ。ニンノニジュース？ノニジュースってまずいやつか。めちゃくちゃね肌に出てる。てか今日さ、地震ありましたよね。関東の人。地震あったよね途中。途中っていうか今日2回ぐらいなんか地震あったくない？2回ぐらい地震起きた、地震ある。本当に。お腹プクプク、なんかね、お腹、あ、でも今さっきねいっぱいガブ飲みしたけん、オランジーな、お腹ぷよぷよけど、なんかさ、そう、一瞬やったけど一瞬結構揺れなかった？そう、気づかんかった？一瞬だけさ、ビョンビョンビョンってなんか揺れて、うわーってなってた。しかも TikTok 撮りよった時にちょびっとだけ揺れてびっくりした。あれ揺れてるやん、カメラ揺れたやん大変大変。九州は揺れてないか。19時ぐらいやったかな。そう、そんくらいやった気がする。 TikTok 撮りよったらなんかちょびっとだけ画面揺れて、あれ揺れた今って言ってからそしたらなんか一時してからなんか普通に揺れ始めたさ。怖いと思って家族に連絡しました。ただいま地震ですって。大丈夫って言ってたんですけど、本当に全然一瞬一瞬だけピュンピュンって揺れてた一人ですけどね、一人で揺れてるよって言って、常に脳みそそれはそうですね、それはそう、いつも揺れてますけど、でわざと揺らしてるんだよ楽しくなるようにそう、びっくりしました。今日は地震が起きて結構久しぶりなんか地震体感した気がするの。久しぶりやった気がする。なんかね、東京来てから地震に慣れちゃったんだよな私も。もうね、もう慣れちゃってさ、揺れてるのそんなにびっくりしなくなったわ昔より。最初東京来て、こっちに上京する前にホテルで大きな地震があってめちゃくちゃ怖かったなあの時は。右眉こっち
え、嘘？私今日めちゃくちゃ眉毛さ時間かかったっすね。慣れないですよね。可愛くて好き、本当ですか？これいつ買ったんだっけな、去年かな。でもね、なんかね、思ったよりね、外に来てってないんだよな。え、前髪今日超調子悪くてさ、私今日前髪で、ね、30分かかっちゃった。もうちょっと痩せんといけん。 髪の毛サラサラですね。ねえ、茶色くない？茶色くないですか？なんかやっぱく、もうやだ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 。え、見て、マジで茶色いんだけど。黒髪にしたんだ。空のにも言われた。空のからも、え、おみじ茶色だね、かわいい、何色って言われて、え、黒髪だよって言ったら、え、茶色やんって言われて、 嘘やんって言って話しました。ラブ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 ライン、ありがとうございます。ウィリントさん、ありがとうございます。ラブラブライン、ラブラブライン。え、マジで加工したい、黒に。もう嫌なんだけど私。もうどんどん茶色になってく。カリフォルニア T シャツはどこ行ったかな、実家にあるわ。ね、ちょっとなんか赤っぽい感じするよね。赤っぽい、なんか茶色だよね。赤っぽい茶だよね。マジで嫌だ、黒にしたいんだけど私は。マッキーで塗って、でもマッキーの黒ぐらい黒にしたいんですよ私も。めっちゃあったかい、ちょっと重たいよ、重さがあって。なんかこうあったかい。 え、もともと茶、え、でもそんなね、こんな茶色くないよ、もともと。だって、え、でも普通に黒だったじゃん、 AKB の時私黒だったよね、ちゃんと。こんな茶色くなかった。トトロ、そうやろ、これ。ずっとね、サイレント見よる時もこれをくるくるくるって巻いて、あの遊戯棒にポーンって乗ってサイレントを見てます。あ、ありがとうございます。カジノ本店さん、キャイテイテイさん、ありがとうございます。 B って何やろか。え、何の話。え、そう、傷んどるさ、多分傷んどるし、前、結構前だけど、染めたのが明るかったけんか、戻りやすくなっとるとかな、多分。ん？そう。履いてます、ちゃんと。あ、え、前髪は確かに黒かもしれない。これはまあ、あれ、え？うん、そうだね。これはだって、これが地毛です、私の。地毛の色。前髪の色が地毛の色。これはマジで色が抜けてるだけだから、ここ。そうだよ、これは地毛だよ、だって地毛の色。あ、でも若干茶色く見えるとかな、それもない。あ、ミランで、ミランで、そんな私の毛は。 ミランと言って、こうやってこうやってこうやって喋るかな、ずっと。こことここにニキビがあるさ、あー危な、あー、もう危ない、これやだ。 今からメイク落としたいぐらい。私プリンね、嫌なんだけど。でもね、光を消すとそうでもないんだよね。そう、光を当てるとすっごい明るいんだけど。あ、でもこうでも茶色いな。光消しても明るい、明るいですか？ん？いやー、ちょっとやっぱりさ、中の方は黒なんだけど、外の方、あ、でもな、やっぱここら辺がさ、やっぱアイロンとかしてるからかな、よく。大変だね、大変だよ。あ、待って、今日ライトつけんでいいかも。あー、でもそしたらニキビもっと目立つか、逆にね。よし、まぶ、これにしとこう。今日もサイレント感動しましたね。見てる？みんな。なんかぺったんこだな。何の話？ 何の話？ねえ、もう本当に今日サイレント感動しましたね。今日のサイレントは感動しました。まあいつも感動してるんですけどね。なんか展開読めないな、結局。多分あの
さくらくんとくっつくんだろうなっていう予想ですけど、私の。じわから、じわから、どうだろう。じゃあ私が教えてやろうか教えてやろうか、今までの話。でもまだ見てないかもしれん。ビッグワンガールズの、嬉しい。超昔やんか。そう、ルデオのやつ。よう分かったね。書いとる？あ、書いとんね、ここに。書いとる？書いてるね。そうか、さくらくんと思いきや、みなとかな。みなとかな。わからん、どうなるか。全然。ビッグワンガールズ超懐かしい。ん？久々に見ると、なんで？私ですか？ビッグワンガールズ？今日も可愛いやっか。ありがとうございます、秀樹さん。今日ニキビだらけやけんさ、あんま近くで見ちらめばい。もうひどいっさ、最近もう肌荒れが。一丁前に交差しない？いや、そりゃするでしょ、そりゃするでしょ、ドラマは。あ、サッタンさん、ありがとうございます。うん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 、そう、ここ見える、見えるね、ギリ。ダサダサいね、ニキビって。ほんと、なんか頑張ってな、遅っ。あ、台風で大丈夫でした？結構でかいやつ。九州もね、よく台風が来るからね、わかりますよ、台風の大変さは。しかも私のお家はもう田舎中の田舎だから、すぐ停電になるし、もうたまったもんじゃないです、ね、見えないで、見えないで、見えた、見えるよね、普通に見えるんだけども。ダサいでしょ、絶対。こんな、そんな肌綺麗のツルツルのさ、ゆで卵みたいな人がやっぱり憧れるよね、みんな。しかも女の子ってさ、絶対思われてるよ。うわ、ニキビあるやんこいつって会った人に思われてそう。うわー、やだやだやだマスクつけた子一緒、もう嫌だよ。めちゃくちゃ悲しくなる、自分のニキビ見たら。顔変えて隠しとこ天気悪すぎて仕事、あ、そうなの？仕事休み、やったーって感じ、それともうわーって感じどっちなんだろう。おなもですよ。マスクのつきすぎかな、マスク。これなんだろうね、普通になんかさ、すごい嫌なニキビのでき方、一個大きいのがドーンドーンってあるんだよね。明日仕事休みになりました。なんでですか？もしかして 4連休？ 4 連休じゃん。確かにね、今更だよね。普通に食べ過ぎですよ、きっと私は。はぁ、もう悲しくなっちゃう。悲しくなっちゃうよ。あぁ、もうやだ。自分の顔見て配信できない、今日。もうやだ。おみずき何連休？おみずきはね、365日5連休。ダイエットしなきゃね、ダイエットしなきゃよ。ダイエットもせんといけんし、ニキビも直さんといけん。一気に食べんくなったらまたニキビできてしまうけんね。栄養バランスを考えてダイエットしますよ。こんばんは、まーさん、こんばんは。かわいい。ちょっともうニキビがもう嫌すぎて見れない今日私自分の顔全然見てないや、そう思うと。だって今気づいたもん、こんなニキビが目立つなんてなんか見られたくないくせに配信するのやばいね、私配信するのやばいね。隠そうかな、どうかして。そんな気にならん、見えない。あ、バイバイ、キャリテテさん。ニキビあってお好きですって、ありがとうございます。嬉しいけどさ、おみちゃんはもう嫌だ嫌だ
そうね、ラジオにすればよかった。だってこれ全世界に残るばい。そんな大げさなことじゃないか。そうだよね、そんな大げさじゃないよね。よしよし、大丈夫大丈夫。静岡駅周辺ですか。静岡駅、静岡駅何の話。見ない人いない。でも66人に見られてるよ。どうしよう、拡散されたら。この上ニキビできてるって言って、あー、そんな気にならんよね。じゃあもうちょっと離れて話せば何にも気にならん、きっと。よし。でね、今日は何があったかって、もうね、寝てましたよ今日は。私はグースかピースかと、あ、全然コメント見えないや。今日はずっと寝てました。朝午前中の9時ぐらいにリュウさんから電話かってきて、最初対応してたの、対応してたの、ちゃんと。そう、リュウさんがなんか話しよって、あーそうね、あーうんって言ったっちゃけど、途中から私寝てしまって電話もいつの間にか切れてました。そう、それでもう11時とかぐらいまで一旦寝て、お腹空いてご飯食べて、テレビ見て、あーちょっとお片付けしなきゃねって言って、お片付けして寝て、ご飯食べてです。 TikTok 撮ってメイクして、いい生活でしょ。そうでしょ、お水着しようと。いや、私朝の寝起きはめちゃくちゃしよう対応ですよ。そう、ショコ、え、なんて読むとっけ、ショコですか。そう、何かして寝てって感じ。ショコっていうのか、ショコか、本がいっぱいあるのかな、違う、ショーだよねやっぱり。そんなこんなでね、今日も楽しかったよ。今日も楽しい一日やった。私はしょう、いっぱいあるの。私も本読みたいな。読書ハマったらね、もう本当にハマって読むんだけどさ、おすすめの本あります？読書はそんな嫌いじゃないよ、好きだよ。むしろおかんもりゅうさんもめっちゃ好きだよ本。私も好きだったけど最近は読んでないかな。エルマーの冒険、あ、なんか聞いたことあるなそれ。ん、え、プレゼントが日本に到着しました。え、台風前に郵便局、え、どういうことだ、日本に届いた。おみんのおすすめはグリとグラ。みーちゃんのおすすめの本はね、ないです。だって読んだら忘れちゃうから。めちゃくちゃ早く忘れちゃうんですよね。こうやって読むやんかで、読み寄った時は楽しいってよ。で、読み、だから私あんまりこう分けて読まないんですよ。もう一気にバーって読むしかなくて。本当に。おとてき先休日等のため、何？日本に何か送ってくれたんですか？ 11 月。え、今日何日？明日じゃん、4日って。ってこと？合ってる？そういうこと？まさか。何か届くのか。それで、そう、あのマジで、あの読み寄る最中は楽しいし、あ、すっごい嬉しい、わーわーみたいなさ、嬉しいじゃない、楽しい、わーわーってなるの。この物語楽しいなーって言って、ワク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 、うわー騙されたーとか言いながら一人であの読むんだけど、読み終わった後マジで
1週間したら全部忘れます内容マジで本当に全部忘れちゃうの。え、もうニキビやばいけ見らんといてうざい？ごめんね、配信せんければよかったね、こんなニキビニキビ言う、うるさいやろ、ごめんね本当に。でもね、一応乙女だから気になるのふいちゃん乙女なのよ、乙女なのよ、気になるやん乙女やごめんね、もう近づかんけ近づかんけ。でもね、え、嬉しい、ウームに到着するそうです、取り行きますね、楽しみ、ありがとうございます。何やねん乙女に失礼って乙女に失礼は意味わからんやろ、意味わからんけどさ、本当に乙女です、乙女なの今日は。そう、みんなからしたらおいおいニキビなんか見えねえや、気にすんじゃねえや、うるせえなって思うかもしれんけど、もう私からしたらいやーって、あーって感じなのでしょ、わかります。あ、リップみたいにさ、ニキビの、あ、ニキビ、あ、見えた見えた見えた、若い証拠、あ、そうだね、もうちょポジティブなこと言っていこう、若い証拠だよね、よかった22歳で。え、乙女座なのブリントさん、私も乙女座が良かったな、乙女感あるけん、乙女座っていいな、なんか。でもまあ双子座、双子やけん双子座でいいや、別に私双子じゃなかったら一番乙女座がいいかも、可愛くない乙女って、乙女って可愛いよねっていう話、私さ高校生の時もしよったな、乙女座って可愛いよねって言って、11歳、愛ちゃん双子座がいいですか、じゃあ双子座でいいかえ、いいな乙女座、多分さ、あ、そうなんですか、完璧主義者なんだって、うわ、じゃあ絶対なれんやん私、乙女座に、乙女座にはなれませんね。でもさ、女の子結構乙女座憧れるんじゃない、乙女座って可愛くない、なんか名前、サソリ座、サソリ座もいいね、え、サソリって何サソリってなんだっけな、え、サソリって何サソリって何、食べ物だっけな、あ、生き物か、え、食べない、サソリって食べないか、乙女座強いんだって、へえ。全然完璧主義者じゃないって、完璧主義者、サソリ食べれるのかな、お牛座ですか、いいのに、大熊座かんって何しゃか、サソリはスコーピオン、スコーピオン、サソリ家にいるの、マジで買っとっと、サソリ、あ、そうなの、サソリって何やろ、今度調べとっけやサソリサソリについて、あ、オリオン座ね、え、オリオン座ってなくね、ある、あ、え、え、それがサソリ、その絵サソリ、え、それあれじゃん、ザニガリじゃん、ザニガリじゃん、あ、じゃあザニガリ、ザニ、ザ、ザリガニじゃんザニガリじゃん、ザニガリさんザニガリじゃん、ザニガリじゃん、ザ、ザリガニじゃん、じゃん、むず、むずいね、サソリイコールザリガニじゃない、ザリガニじゃん、ザリガニじゃん、ザリガニじゃん、あ、言えた、あ、言えた、嬉しい、違うんかい、ザリガニやった、ホームシック治らんよ、ずっと帰りたい帰りたいって、帰りたくなったよって歌いよる一人で、ザリガニに謝れ、ザリガニね、私滑舌悪いよね、ちょっと練習しとこう、あの、でも私さ、あれ得意なんだもん、あの早口言葉、
生麦生米生卵、生麦生米生卵、生麦生米生卵。ほらじゃあなんでザリガニじゃんって言えなかったんだろう。ザリガニじゃん。あ、言うと炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、アルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。あれ上手じゃない？買える予定あるもんね。マジでキンキンで買える予定あるのにさ、多分買える予定があるけんこそホームシックになったとかもしれん。ガンジャンゴ、ガンジャンゴンジャンゴンジャンジャン、ガンジャンゴンジャンゴンジャンジャン、ガン、ガンジャンゴンジャンゴンジャンジャン、ガンジャンゴンジャンゴンジャンジャン。言えるよ私、やっぱりアナウンサー向きかな。こんばんは、なつきさん。飛行機飛べる？ほ？ほい？どういうこと？飛行機飛べる？ママさん出演ある？ないよそれは。そんなんないでしょ。そう、そうだよ。もう本当にそう、帰れるっていう、帰れるってなんか、あれや、帰る予定があるけんこそなんか早く会いたい会いたいって。ていうか最近ちょっと家族とね電話できてなかったんだ。実を言うと昨日いっぱいしたんだけど、それで突然なんか、え、昨日だっけ、そう昨日だ、昨日を突然電話しよったらなんか会いたくなったって思ってから、みんなになんかさ、ちょっとね超尾上系のどうでもいい情報なんですけどまあ基本私の配信どうでもいいことしか言ってないんだけど、あの本当に私のね今おうちんがね長崎にいるの。そう、それで帰りたくなっちゃった。そう、し転勤なん、転勤だからおうちん、転勤族みたいな、転勤のお仕事、お仕事で転勤が多い人だから、なんかあの長崎にいないこと結構多いんですけど、そう長崎にね一時みんながいるので、それ見たらね、あいいな、みんなで焼肉とかしてお家で、写真が送られてくるんですね、みんなの写真とか今日何してるよっていうのがね LINE グループで送られてくるの。ああ私一人でなんかご飯食べてるのに、ああみんな楽しそうに焼肉食べてるのいいなって思って、帰りたいって思ってるところ。日本代表のメンバーでどう思う？え？でもさ、なんかそんな、まあまあまあ、そんな、なんかそんな、そんななんかあのひっくり返るほどのなんかびっくりとかはなかない、なかったくない？普通に頑張ってくださいって見てましたよ。待ってくれ。うん、びっくりした。でも大迫選手、いらない人は一人もいないでしょう、あの落選した方でも。けどさ人数決まっとるけんさ、本当にマジで大変だと思いますよ森保監督も。だってあんないい選手ばっかりをさ、たったもうそんな決めれないよね。そんなねで無理だよね、私にも無理だよ、私が監督でも絶対無理、無理無理無理って言いながら全員連れていくなんで俺が入ってないなんでよ、なんでよ。でも言っとっけ、森保監督長崎出身なんだよ。そう、出身長崎。長崎の選手選ば、吉田麻也選手ですか？選ばれてますよ。いやおー、ふみてさん選ばれとるやん、めちゃくちゃ選ばれとる人が言うことやんなんかね、あれ思い出したもん、なんかあの名前さ呼ばれる、発表してる時さ、なんか思い出したもん、中学生の時にサッカーのなんか
メンバーに入るか入らんかの名前呼ばれる呼ばれないのを思い出しました。そう、なんか中学は結構なんか弱かったの結構弱くて、私の中学、あ、中学の、 あの部活のサッカーの部は弱かったから、そんなにあれがなかったんだけど、何スタメン争いとかがなかったんですよそう、もうなんか出る人決まってるしみたいな感じだったの。そうだからそんななかったんだけど、女子サッカーの方はスタメン争いがあったからさ、めちゃくちゃなんか思い出した。そう名前呼ばれる時ゾッとするよね。ゾッとするってさ、呼ばれんやった時のあの悲しさ半端ないですよ。半端ないですよねって思いながら見てました。なんかちょっと思い出した、そういうの。女子サッカーのスタメンになりたいなんで切れんよ切れんけど、心の中ではもうモチベここら辺まで落ちとった。あー呼ばれますようにって思ったけど、あー呼ばれんかった、あーもういいや、もう今日サッカーの試合見て帰るだけやんみたいな気持ちになっとった。そうだってさ、サッカーするのと見るので終わるのじゃ全然違うじゃん。試合さ、すっごい遠くまで行ってさ、2時間とかかけてさ行ってさ、試合見て終わる悲しさよ本当にあそれはさ、あれよ、メンバーに入ってスタメンに選ばれんかった時のバージョンですけど、メンバーにすら入らないって時もありますからね。そもそも試合に行けないっていうパターンもないこともない。え、それはなかったけど、なかったけどメンバーに、遠征とかでメンバーに入れなかったことはね、ありがたいことになかったんですけど、そういうこともありまして、スタメン落ち。あ、でもあった、なんか遠征に行くメンバーとかも限られてるんですよ。遠征に行くメンバーも限られてたんだけど、遠征に行くメンバーには入ったものの、遠征先の試合でベンチ外になったこととかあるの。悲しかったですよ。出ないからさ、応援席でこうやって見てた。頑張れ懐かしい。そう、遠征に遊びに行ったんじゃないかっていうぐらい何もしないで帰った日もあり、帰った時もありました。勝手にアップ始めちゃえばよかったね。あ、電池充電大丈夫。そうすればよかったな。なんか考え方とかで知らんけどさ、応援してた。悲しそうに聞くそうだよ、すごい悲しかったもん。その時は宮崎の時入らなかった、私ベンチにも入らなくて悲しかったですよ。怪我しろ、思ってない。え、でもなんかなんか普通に考えて、今のメンバーで私が出ても活躍できる自信がないなかったもん、その時。確かにそれ外されるわなって思い言った。チーズまんじゅう美味しいよね、空野にもらったわ。試合で熊本行ってた。なんかね、熊本めちゃくちゃ行ってたよ。プリクラ撮ったもん、みんなでイン熊本って書いてイン熊本っていうプリクラ撮ったもん、試合終わってからさ。なんか遠征のなんかね、宿泊施設とかなんかで撮った気がするよ。持ってるよ、そのプリクラ、未だに。いや熊本と会ったことないな。熊本とは会ったことないよ。会ったかな。長崎にプリクラあったけどさ、あったけど熊本で撮ったんですよ。熊本城行ってないよ。なんかね、遠征であんまりなんか遊び行ったりできんかったもん。せっかく行ってもさ、いそうなかった。あ、九州大会で1回だけみんなで負けちゃって九州大会で負けてからみんなで遊んだことはあります。
なんかカラオケ行ったな、みんなで。それはあるけど、でその時は負けたとにあんなみんな盛り上がってたな。いや多分負けて3時間ぐらいは泣いてましたよみんな。けどなんか夜はみんなでなんか宴会してた。私はももクロを歌いました。めっちゃ覚えてる。私ももクロ大好きだった。その時小学生中学生ももクロになりたいって言ってたぐらい好きだったんです。そう、それで踊ってましたね。いっぱい楽しかったな。九州は女子高生、そんな多いか分からんけど少ないんじゃない女子サッカーって。そもそもどうだろう、女子は少ない。あでもまあでも女子サッカーって結構多いか。エビジャンプしてたよ。エビ取りしてた。楽しかったな。いや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 、オカマサッカー、オカマサッカーって何、オカマサッカーって何ですか。でも別に男子サッカーにでも女子入ってできるし、さすがに女子サッカーで男の子は入ることはないんだけど。九州大会は何時だ。でもねそんなね少なくないですよ。多分ラグビーより多いんだよね、女子サッカーの方が。人口違ったかなって聞いた気がする。そうあでもラグビーなんか言ってた気がする。ラグビーより女子サッカーの方が競技人口が多いみたい。そんな意外と少なくもないっちゃね。そうよ、右サイドでメッシさん。してないしてない、そんなメッシさんみたいなことはないですよ。そんなことはないでしょ。普通に素人みたいにやってました。ほぼ素人。うん？なでしこジャパンに入れない、入れない、入れないですよ。でも小学生の時までなでしこジャパンになるって文集に書いたぐらいなれるって思ってたもん。アホすぎマジで。めちゃくちゃアホやったなあの時。将来の夢はなでしこジャパンに入ることですって書いてたの。しかもね入れると思ってたの、入れるなれると思ってたもん。その時はまだ女子サッカーを知らなかったから。そう小6の最後ぐらいから女子サッカー始めたから。そう男子でやってると、男子サッカーをやってるとなんか女子サッカーでいける気がするってね。何こう勘違いしたのかね。超大バカ者ですよ。文集だよ文集。文春だっけ。文集です、文集。卒業文集ですよ。そう夢は大きすぎたよ。でもさすがになれると思ったもん。そうやけどねもう全然なれんかった。全然メンバーにも入らんしね。しょぼすぎた自分が。何を勘違いしたんだろうか。足が速かったら気だった、ただただ。何やらかした。何もやらかしてないですよ。何か何話題になることとしたら尾上瑞希18時間睡眠とかかな。尾上瑞希日本記録突破とかかもしれん。寝すぎて。マジで自信ありますよ。みんなより寝てる自信は。でもニキビの原因それだよね。もうそれでしかないと思う。離れとこ。マジで寝すぎて肌荒れしてんのかな。眠だって起きて、ああ眠たくなったってまた寝ちゃうんだもん。でもどうしてそんな眠くなるんですか。なんかすぐ眠くなるんだよな。
何の自慢にも。でもそういうことでしか私の、話題性はないですよ。それか尾上瑞稀1週間で3キロ太るとかですかね。かわいいやっかと、ありがとう秀樹さん、ありがとうありがとうありがとう、ハート。ストレスは確かにね、寝すぎたらストレス溜まりそうだね。そうマジでない。誰なん彼氏が有名人なん、誰なん教えてじゃ逆に。私全然お友達すらいないのに。ホームシックです、本当に。日本代表だって、え、私そうやろ、なんもない時は寝るとかいっさ。だってさ、悲しくなるもん、帰りたくなるし、一人で何もすることない、お友達もいないし、外に出ることもない、よし、もうどうせやることないけ、もう別に眠くなったら寝ていいもんっていう考えで寝ちゃうの。そう、でもまあ今日も一応散歩には行きました。散歩っていうかお買い物なんですけど、でもまあ散歩ですよ。だって一番近くのスーパーじゃなくて、もう一個遠いスーパーに行ったもん、散歩のために。一人でなんか音楽聴きながら歩くんです。そう、音楽聴きながらスーパーまで散歩、違う、歩こうって言いながら散歩するんです。だからちゃんと今日は外の空気をもう浴びましたし、公園で赤ん坊がわちゃわちゃしてるのも見たし、犬が可愛い瞬間も見た、だから満足。そう、私は元気って言いながら歩いてるよ。歩くの大好き、どんどん行こうだよ。はい、誰ですか石井とは。石井って誰。光合成してたよ、緑の服着て、かわいい。めいちゃん感ある、マジ、マジ。そうだよ、あなた後ぞっていうのね、懐かしいな。あ、コスプレ、来年のコスプレめいちゃんにしよっかな、めいちゃんになりたい。さつきではないでしょ、別、絶対私。私トトロな。あ、ちょうどトトロの話しよったらいるやん、ここに。あなたトトロっていうのね、トトロ大好きだよ。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。猫バス乗りたい、猫バスふわふわだよね。でも猫バス、トトロ博物館みたいなやつありそうじゃない、ナイト行きたい。マクロクロスケって呼ばれてた小学生の時、マクロクロスケ出ておいでって階段で、はーいって言って下に降りてってたよ、黒すぎて。本当に色黒かったの、マジで折り紙の黒って呼ばれてたぐらい黒かったの。で見て、またここが荒れてきたの。毎年ここはね、荒れるんだよね、冬になると。何それ、猫バスの停車駅と見てみたい、今度写真撮ってきてよ。いや調べろよって感じですか。そんなのあると。そう、真っ黒クロス系なの、私真っ黒クロス系だったのよ。そう、真っ黒クロス系出ておいでって言われて、はーいって言ってから取れんね、運転中やけん、調べるけん、千葉猫バスって。サッカーやってて白い子、あ、まあそうですよ、そうですよ、いないいない。あ、でもさ、もうめちゃくちゃ色白の子いたな、元が白いの、いたいた、先輩で
可愛かったな。でもね、先輩言ってたよ、色が黒くならないけど、あのそばかすができるんだって。色が白い人のデメリットは、そうって言ってたよ。なんでそんな白いんですかって言って、そばかすができるんだよねって言ってた。そう、女子サッカーの先輩なんだけど、キャプテンじゃないか。そう、色めちゃくちゃ白くて、でもシミになるとこ言ってたよ。そばかすとかシミとかになっちゃう歯の人って言ってた。そういうパターンもあるんですねって言って、敬語使ってたかな、使ってなかったかも私めちゃくちゃ私さ、先輩大好きだったもん。女子サッカーですよ、女子サッカー。で、残念なことに男子サッカーは先輩と全く関わりない、関わりがないっていうかさ、残念ながらっていうのはあれですけど、全然なんかあれがなかった。あの、何、関わりがなかった女子サッカーもめちゃくちゃ私先輩大好きで、あのでもどっちかっていうとさ、先輩が好きなんだよね、後輩より。後輩、そう、交流なしとか全然好きじゃなかった失礼なこと言う、好きじゃないっていうか、そう、なんかそんな仲良くなかった。で、かゆいな耳がさっきから。そう、お水木はね、女子サッカーの先輩めちゃくちゃ好きだった、めっちゃ好きだったから仲良くて、ずっともうすっごい慕ってましたけど、男子サッカーは全然全然だった。名前忘れちゃった、全員。本当にそれぐらい関わりなかった。なんか関わりなかったし、そんなに優しくなかったそんなに優しくないイメージがある。優しいイメージはない。そう、なんかそもそも関わりがないからさ。そう、だから会っても気づくかな、気づかんかもしれん、本当にっていうぐらいですかね。仲良くなかったの全然。なんかそう、なんかそういう、みんなそうだったの。別に私と、私だけじゃなくて、私の同級生みんな先輩とは全然仲良くなかった。後輩とも仲良くなかった。なんか男子サッカーはそうだったんだけど、女子サッカーは先輩も後輩も仲良かったの。だから女子サッカーの方が癒すか、楽しかった、楽しかったは楽しかった。男子サッカーはね、あんまりね交流がない。だから同級生はめちゃくちゃ仲いいんですけど、ねえねえ先輩って呼んで、いや先輩なんか呼んだことない私先輩とかないですよそんなことは。なんとかさん、なんとかさんって呼んでたけど、なんとか先輩とかはなかったな一回も。そう、ん、後輩にはなめ、後輩は仲良かったですよ後輩はね、なんかあんま、男子サッカーはあんまり、なんかそんな、そこまで交流がなかったんだけど、女子サッカーはめっちゃ仲良かったの。今でも兄ちゃんって話しかけてくれる。やらないやらない、先輩って可愛く、選手権とかやらないよおいって、おいって呼ばんよ、おいって呼ばん。え、でも一回だけ喧嘩したことある一回だけ喧嘩したことある、男子サッカー部の先輩と一回だけ喧嘩したことがある。なんかね、なんかプレーで負け、なんかプレーでなんかボールを奪ったの私が。だってそれは別にさ、プレーやけんいいじゃん、先輩後輩関係ないじゃん。そう、そしたらなんか多分カッとなって、なんかさ、砂を投げられたの。砂、地面の砂をペッてされたの。あ、ペッとかじゃなくてファーってされたので、ムカついて喧嘩しちゃった最低と思って、なんで今砂投げたのと思って。その時は中学生だったから、
の怒っちゃった。今されても怒らん自信はあるけど、そう当時はちょっとカッてなっちゃったの。あ、じゃあ私がかけただけじゃないよ、あっちがかけてきたから、え、なんでそんなことするんですかって言っちゃったえ、そんなことするんですかって言ったの。言ったらなんか無視されちゃったっていうのは覚えてますね。でもまあ普通にその普通に喋りますけどね、喋ってたけど、そんなめちゃくちゃ仲悪いとかじゃなくて、その一瞬ね、一瞬そういうことがあって、ムカッとはしたことがありました。私めちゃくちゃ冷静に攻め、あの詰めていくタイプですよ。リュウさんと喧嘩してもだけんか、こうしてこうしてこうや、なんでそういうことするさっていうタイプやけんさ、めっちゃうざいですよ。そう、その時はなんなんこの人って思いました。だからイメージ悪いの、イメージ悪いその人は。ごめんなさい、ウィティさんだったの、そんなことないでしょ絶対。あの時はすまんかった、許しませんよ、許しますよ、許します。もう忘れた、名前も覚え出せない人だからいいですよ。そう、そういうのはマジで、あの何、スポーツマンシップないなって思った関係ないもんだって、後輩とか先輩とか関係ないでしょ絶対プレー中はって思いながら、なんで背中蹴られたんやと思って。え、しかもさ、なんかさ、なんか足でさ砂ペッてしてくるならマラシオさいやそれもやばいよ、やばいけどさ、わざわざ砂掴んでさペッてしてくるのやばくない？小学生ですかって言いたくなった。でもまあ中学生だからね、まあまあ中学生だからね、まあそうだよね、中学生だからそういうこともあるか、あるあるあるなその時はめっちゃなんなんこの人って思ってたけど、え、ガツガツ当たらないよ私、あんまり当たれなかったな。そう、先輩、いや当たれなかったというか、そもそも私のプレースタイルがそんなにウェイって感じのプレースタイルじゃない、よくも良くも悪くもじゃなくて、悪くしかないんですけどもっと強く当たれよってよく怒られてましたね。そう、なんかなかなかねゴツゴツ当たれないタイプだった。ヒップアタックしてたよ、ブラジルで、だから全然あの活躍できなかったのが私。そうで飛ばされてたもん、やらんでしょ肘打ち、靴下履いてないわ、ヒップ好きです。お、もうこっちピアスホール完成してそう、ボブシャツ着てるよもちろん。じゃーん、何回ハンドで怒る、ハンドしたことないよ人生で、一回も、多分一回もない、ファールもあんま取られたことないだからそう、女子サッカーはね、あ、女子サッカーというか男子サッカーは2人いたんだよね、女子が、私ともう1人いたから2人でずっと一緒にいた。そう、でもさ、もう一人は髪が短かったからさ、めちゃくちゃ、私ずっと髪長かったかな多分、でもな、短くてもボブとかだったから、だから未だに、え、なんかみーちゃんの中学女子一人やったよねとか言われがちなんですけど、二人です二人いました、女子は二人で頑張ってました。ポニーテールしてたよ、ポニーテールやった気がするよ、だからお団子してたの、お団子、髪引っ張ったら、いやいやそんな引っ張ったらイエローや、イエローじゃない、引っ張る人とか見たことないけどね。そう、お団子やったとよ、よく言われるんですけど、男子サッカーは2人です女子。
ったからずっと2人いて一緒にいてずっと仲良かった。でもまあライバルでしたね、超ライバルだった。山走りとかあるんですけど、山を走らないといけないの。一瞬ずっと勝負してたけど勝てなかったな。もうめちゃくちゃ体力あるからその子。そうね、あの男勝りだったね。私もだけどね、見た目だけは女子だったな私。山走りってみんなやらないの？そう、今日山走りあるよっていう会話だよみんな。そう、いや大丈夫だってる、ね、褒めにした欲してる。でもいいや、あと4分やけ。そう、あ山、そうか、山がないと山走りっていうメニューはないか。山走りマジで嫌だったな。山走りはね、5キロかな確か5キロやったかな。いや違う、もっとあるとかな。いや5キロかな。いや違う、もっとか、10キロぐらいあったかな知らんけどめちゃくちゃ、もう10キロです。でも夏休みしかないの山走りは。そう、10キロは嘘か、やっぱ5キロかな。5キロって聞いた気がする。でも夏休みしかないしさね。そう、夏休みしかない。いや、あの平日はないよ。平日はないんだけど夏休みはあるの。夏休みは毎回あるの、練習が始まる前に。しかもタイム測られて記録されて、うわー昨日より落ちてますよとか言われてそう、それなのに弱かったの。山走り走ってたけど普通に弱かった。どういうことな、どういうことな、あんまり関係ないみたい、走っても。そうだよ、めちゃくちゃ嫌やった。でもその女の子がいたから一人、その子とずっと勝負してた。あ、そうなんよ後輩かその友達にしか勝てなかった。先輩とか同級生には勝てない山走りでは。後輩には勝ててもやっぱ無理だね、きつかった。一回も勝ったことない同級生に山走りのタイム、多分何勝何敗。何が、あ、やっぱりランキング見まーす。第1位ブリットさん、ありがとうございます。ロナウド女上だってありがとうございます。第2位誰これ、あ、インテリアクザさんや、絶対インテリアクザさん、ありがとうございます。第3位リンちゃん、ありがとうございます。第4位カジノフォンテンさん、ありがとうございます。第5位野口さん、ありがとうございます。第6位サムルールさん、ありがとうございます。第7位エレメンチさん、ありがとうございます。第8位ポポさん、ありがとうございます。第9位ハイホクさん、ありがとうございます。第10位ユマさん、ありがとうございます。第11位サタンさん、ありがとうございます。第12位セタンカさん、ありがとうございます。第13位タカリンさん、ありがとうございます。第13位大好きさん、ありがとうございます。すいません、本当にニキビ野郎で今日はもう直してきます、次までには。すいません、治るかな。うわ、めちゃくちゃニキビ目立つ、やだ。まあいっか、もう遅くまでありがとうございました。明日もお仕事の皆さん、お休みの方も